こんにちは。大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A、 同族法人からの配当10万円以下なら課税なしというテーマですね、お話ししていきたいと思います。はい、では今日の質問内容になります。個人所有の不動産を管理する法人を運営しています。給与でもらうと社会保険がかかってくるので、配当でもらおうと思っています。配当の税金は所得税と住民税合わせて 20% で良いのでしょうか。少額の配当であれば申告も必要ないと聞きました。まあ、こういった質問内容になっております。このチャンネルでですね、大家さんの税務相談の Q&A を1日1つずつですね、解説していっております。私が過去メールマガで書いていた相談内容から厳選してですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからメールマガの登録ですね、こちらも概要欄から無料でできますので、こちらもぜひよろしくお願いいたします。はい、ではですね、回答の方に行きたいと思います。まずですね、会社の利益を出資者、株主に配当する、これは可能なんですよ。これはできますよという話なんですね。ただし法人税を払った後の利益ですね、税引き後利益がですね、これが配当の対象になってきます。まあ、つまりですね、配当を払うというのは法人の経費にはならないんだということですね。配当を払います、これ経費じゃないよということですね。なので、税金を払った後の利益、ここから出すんですよというところになってきます。まあ、つまり利益にですね、つまり法人税がかかってしまう、税引き後の利益から配当し、受け取った個人ですね、それを受け取った個人、これが所得税、住民税が課税されますよということになるわけです。でこの課税というのがどれぐらいなのかという話なんですけども、ご質問にあった 20%、 これは実はですね、上場株式の話なんです。上場株式の配当であれば所得税、住民税合わせてですね、 20.315% の分離課税、別個でですね、20% の税率で済んでしまうということになりますので、20% でいいということなんですね。しかしですね、上場株式でない会社、非上場会社ですね。まあ、大家さんが作るですね、会社っていうのは、まあ、当然、ね、上場してないわけですから、ね、非上場会社になります。で、その配当というのは、総合課税なんですよ。総合課税ということは、不動産所得とか、給与所得だと全部合算してですね、合算して課税されますと。で、その税率が超過累進税率なんですね。超過累進税率、つまり、その所得ですね、合算された課税所得が大きくなれば大きくなるほど高い税率になるということになってしまうところですね。でちなみにですね、少額の配当ですね、少額の配当については1回です、年10万円以下であればですね、20.42% の源泉徴収がされて申告不要というのが選択できるということになっています。なので年10万以下にすればですね、20% の税金でもう終わりっていうことができますよということですね。でちなみにですね、ちなみに、サラリーマンですね、お給料もらってる人がですね、それ以外雑所得とか、他の所得、不動産所得とか雑所得で20万以下の所得であればですね、申告不要っていうのがあるんですけども、ちなみに、この申告表っていうのはですね、同族会社からの収入では使えないっていう話なんですね。なので同族会社からですね、雑所得で20万以下にしたところでですね、これは使えないんです。申告表じゃなくて申告しなければいけないという話になりますので、ここは使えませんので気をつけてください。使えるのはこの配当のところですね、配当の10万以下っていうんですね、その10万以下の 20.42% の源泉徴収されて申告表っていうのは使えますけれども、こっちは使えないということはですね、ご注意ください。で法人税がかかってですね、所得税、住民税がかかることになるので、これ二重課税になっちゃうんですね。二重課税になってしまうと。で通常ですね、お給料で払った方がですね、これ経費になると、ね、法人からすると経費になりますので、まあ、税金を抑えられると、ことになるわけですよ。でただ、社会保険がかからなければという話ですね。で、この二重課税を排除するために、二重課税を排除するために、所得税、住民税の計算上ですね、税金を控除してくれるという配当控除というのがありますと。これ配当収入の 10% とか 5% ですね、税額控除、税金から直接引いてあげますよっていうのが税額控除なんですね。
まあ、これの配当補助というのがありますよということなんです。つまりですね、配当の金額が大きくなければ、この配当補助を適用すれば、この税負担が抑えられるということになってきます。まあ、具体例を、いきたいと思うんですけども、例えばなんですけども、150万円を配当しましたって言った場合ですね、他の所得がないかもしれません。150万円の配当だけですよというのであれば、所得税、住民税合わせて、約ですね、6万7500円になります、ね。そうすると、実質的に言うと、これ150万からすると、4.5% の税金で済んでしまうということになるわけです。まあ、本来ですね、本来これ計算するとね、とですね、15万5000円なんですよ。15万5000円なんですけれども、8万8000円分がこれ配当控除という形で控除されてきますので、結果的に納める税金が6万7500円になるということなんですね。ですので、むしろですね、これをお給料で払ってしまうと、社会保険をかけてしまう可能性がありますので、この社会保険を回避するためっていう意味では、この配当っていうのは、ある程度有効なのかなと思っております。あとはその金額ですよね。この配当控除を使って、所得税と法人税のバランスを見てですね、この配当する金額を判断した方がいいんじゃないかというところになります。あまりこう、150万ぐらいの配当に抑えればですね、抑えれば少ない税金で済むということになっておりますので、まあ、そこのバランスを考えていきましょうということになります。